ふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回ですけれども、新ロジャーの最強メダル編成参戦ということで考えてきましたので、やっていきたいなと思います。まあくまで今使った感想としてのおすすめとなりますので、まあぜひ参考にしてみてください。まず一つ目ですが、ルフィの3周メダルとなっておりまして、一番いいところですね、ルージーのメダルが自分がお宝ダッシュした時に体力 5% 回復しますよといったところと、タグ見ていただきたいんですが、6つも発動いたします。でやっぱりタグの優秀さで言うと、ダッシュ速度もあったりもしますし、スキル値もスキル2のクールタイムもございますので、まあ、定番のメダルなのかなと思いますので、まあこれが結構おすすめかなと思います。まあ、ルース自体がですね、まあ最近ですけれども復刻としてメダルが来ていましたので、まあ課金ができている方がまあ購入できたんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、ルーシーメダル持っているのであればぜひ作っていただきたいなと思います。続いてのメダルですが、キングカイドウルティメダルとなっていまして、結構面白いのが、まあ、スキル1の短縮ですね。スキル1がまず無敵スキルとなっていますので、まあ、ガンガンまずスキルを打ちたいっていうのもありますのと、でウルティのメダルが敵を吹っ飛ばせばスキル1のクールタイムが 5% 短縮となっていますので、でロジャーのスキル1が吹っ飛ばしついていますので、まあガンガンですね、まあスキル1が打てるんじゃないのかなとなっています。タグもね優秀なんですよ。回避クールタイムだったりスキル1とスキルのクールタイムが短縮がついています。でちょっと弱い点というのがですが、ダッシュ速度がついていないので、まあゲッター向きではないちょっとメダルにはなってしまいますが、まあ、スキル1でガンガン回したいっていうのであれば、このメダルが結構おすすめなのかなと個人的には思っております。で最後のメダルですね、もうゲッター専用メダルですね。もうダッシュ速度ガンガンメダルとなっていまして、まずこちらさっきも話した通り、旗を出しすれば体力を 5% 回復プラスですけれども、ドフィーのメダルが敵チームのお宝エリア内にお宝ゲージが 50% 以上の時、短縮速度が 8% 増加する。で、ロー君のメダルの周戦、体力 70% 以上あれば、ダッシュ速度が 8% 増加するとなっていまして、で、スキル2のクールタイムがあったり、まあ、ダッシュ速度がついていたりと、で、回避クールタイムもついていたり、スキル1のクールタイムもついていて、めちゃめちゃ使い勝手がいいメダルとなっています。まあ、個人的にはやっぱりゲッターっていうのもありますので、こちらのメダルが一番優秀なのかなと個人的には思っています。なので皆さんもしですけれども、まあ、ゲッターでガンガン旗取りたいっていうなら、こちらのメダルが一番おすすめかなと思います。まあ、あとおまけとしてですけれども、ハンコックのメダルとかも別に、めちゃめちゃ強いと思います。まあ、バランス型なメダルとなっていますので、ハンコックのメダルも正直ありなのかなと思っていますので、皆さんぜひ、ハンコックのメダルも作ってみてください。まあ、さらなるおまけとしてですけども、この3点セットも正直いいなと思うんですけども、体力 70% 以上にダッシュ速度が 8% が2つついていて、で、特性もタグですね。これめちゃめちゃ発動するんですけれども、ロックス海賊団とか、シャーロット系4校とかもいっぱいありまして、船長ですとダッシュ速度が 20% 追加もあったりもします。で、スキル1もスキル2のクルタイムもついていますので、これも特化型としても結構おすすめかなと思います。これ結構作りやすいんじゃないのかなと思います。